祈り子となるものは決まりましたか？誰を選ぶのです？その前に教えてください。究極召喚で倒しても真は絶対に蘇るのでしょうか？真は不滅です。真を倒した究極召喚獣が新たな真となり変わり、必ずや復活を遂げます。そんで親父が真かよ。真はスピラが背負った運命、永遠に変えられぬ宿命です。永遠にって、でもよ、人間が罪を全部償えば真の復活は止まるんだろ？いつかはきっとなんとかなんだろう。人の罪が消えることなどありますか？答えになっていません。罪が消えれば真も消える、エーボンはそう教えてきたのです。その教えだけがスピラの希望だった。希望は慰め、悲しい定めも諦めて受け入れるための力となる。ふざけるな！ただの気休めではないか！ブラスカは教えを信じて命を捨てた。ジェクトはブラスカを信じて犠牲になった。信じていたから自ら死んで行けたのですよ。究極召喚とエボンの教えはスピラを照らす希望の光。希望を否定するのなら生きても悲しいだけでしょう。さあ選ぶのです。あなたの祈り子は誰？希望のために捧げる犠牲を。嫌です。死んでもいいと思ってました。私の命が役に立つなら死ぬのも怖くないって。でも究極召喚は何一つ変えられないまやかしなのですね。いいえ、希望の光です。あなたの父も希望のため犠牲となりました。悲しみを忘れるために。違う、父さんは、父さんの願いは悲しみを消すことだった。忘れたりごまかすことじゃない。消せない悲しみに逆らって何の意味があるんです？父さんのこと大好きだった。だから父さんにできなかったこと私の手で叶えたい。悲しくても生きます。生きて戦って、いつか、今は変えられない運命でもいつか必ず変える。まやかしの希望なんかいらない。哀れな、自ら希望を捨てるとは。ならばあなたが絶望に沈む前にせめてもの救いを与えましょう。悲しい闇に生きるよう希望の光に満ちた死を、全ての悲しみを忘れるのです。どうする？今こそ決断する時だ。死んで楽になるか、生きて悲しみと戦うか。自分の心で感じたままに物語を動かす時だ。キバリが死んだら誰がユーナを守るのだ。私やっちゃうよ。ユーナルスカさんと戦うってのか。冗談きついぜ。じゃあ逃げる？俺を許せねえよ。たとえ死んだってな。同じこと考えてた。ユーナ、一緒に続けよう。俺たちの物語をさ。
究極召喚を失われ、あなた方はスピラの希望を消し去ったのです。だから他の方法を探すんだよ。愚かな。そのような方法などありません。たとえあったとしても、万一シンを倒せても、永遠に生きるエボンジュは新たなシンを生み出すのみ。エボンジュ。ああ、善意、許してください。希望の光を失ってスピラは悲しみの螺旋に落ちる。もっととんでもないことしよう。どんな？シンを倒す。究極召喚なしで、しかも復活させないように。どうやってって聞くなよな。話がある。なんだよ。そろそろはっきりさせておこう。そっか。やっぱあんたも。ああ、俺も死人だ。もっと驚くと思ったが、なんかそんな気してたんだ。ユナレスカにやられたんだろう。ブラスカがシンと戦い命を落とした後でな。納得できなかったんだよ。あいつらの仇を討つためにもう一度ここに来て、返り討ちだ。なんとか一命を取り留めてガガゼ島を這い降りたが、ベベルの手前で力尽きてな。その時会ったのが決まりだ。ユーナを任せて俺は死んだ。それ以来異界にも行かずこうしてさまよっている。アーロン、そんな顔をするな。こういう体で得したこともある。シンに乗ってお前のザナルカンドにも行けたしな。そんでずっと俺のこと見守ってくれたのか。どうして、どうしてそこまでするんだよあんた。こういうことはな、口では説明できんのだ。いいだろう、見せてやろう。え、俺の記憶だ。最後に一個だけいいか。あのよ、悪い、やっぱやめとくわ。いいから言えよ。そうか、じゃあ行っちまうぞ。息子を頼む。ザナルカンドのあいつを頼む。あいつ泣き虫だからな。誰かついててやんねえと心配で心配でよ。だからよ、頼むわ。しかしザナルカンドなんてどうやって行けば。なんで情けねえな。おめえの言う無限の可能性ってやつでなんとかしてみろよ。ああ、やってやろうじゃないか。約束しよう。あんたの息子は俺が守る。死んでも守ってやれ。すまねえなアロン。おめえは堅物野郎だが、そういうところ嫌いじゃなかったぜ。こういうことだ。究極召喚はないんだ。
でもなんとかするから、もう少し待っててくれよな。どこ行くってしつこいよ。少しは自分でも考えてよね。どうする、明暗を期待しよう。一緒に考えろよ。そうだな、シンはジェクトだ。お前とシンは確かに通じ合っている。それが突破口になるかもしれん。でどうすんだよ。それが分かれば苦労はせん。だよな。私、ダメだね。なんだよ、いきなり。どうやってシンを倒すかずっと考えてるけど、エボンの教えにないことは私にはわからなくて、ごめん。ユウナ、謝るな。え？逃げているように聞こえる。ユウナには似合わない。うん、ありがとう、キマリ。あのさ、決まりは何かいい考えない？エボンの教えだ。教えじゃシンは倒せないよ。教えの中に答えはない。答えは教えの外にある。教えの中と外を知れば答えは見つかる。教えか。決まりならマイカに聞く。力ずくでも喋らせる。それだ、決まりすげえよ。うん。すんげえこと考えたぞ。私が思いついたんだよ。私に言わせなよ。要するにだな。ね、歌が鍵よ。歌って？ジェクトさんは祈りの歌が好き。そうでしょ？うん。
だからマカラーニャ湖の底で歌を聴いてたんだよね。あれほど凶暴なシンが静かに歌を聴いていた。あのな、お前の親父さんのことだから言いにくいけどよ。うん、いいって。どうしようもないんだからさ。じゃあ言うわね。正面からシンに立ち向かっても到底勝ち目はないわ。けれど祈りの歌を聴かせればシンはおとなしくなる。その隙をつけばなんとかなるんじゃねえか。まあ反則かもしれねえけどよ、こだわってらんねえしな。なね、すごい作戦でしょ。ああ、試す価値ありだな。ユーナさんはたくましくなりましたな。穏やかな態度のうちに真の強さを感じます。ご両親によく似ておられる。ユーナの親父さんってエボンの層なのにアルベド人と結婚したのか。ブラスカさんはアルベドとエボンの友好を願っていました。そのため当時のホームをしばしば訪れていました。でシドの妹と知り合った。ええ、お二人で駆け落ち同然に飛び出していったそうです。はあ、やるなあ。おっさん怒ったろ。あの性格ですから即座に縁を切ったとか。ですがユーナさんが生まれてから仲直りすることになりましてね。妹さんがお一人でホームに向かいました。しかしその船が、シン、ブラスカさんが召喚師になったのはその事件がきっかけだということです。みんなシンのせいか。終わらせてくださるのでしょう。ああ、ぶっ倒す。健闘をお祈りしております。どうやら次の手が決まったらしいな。どこだろうと、こいつでひとっ飛びだぜ。よし、発進だ。反逆者ユーナ、めんどなことになりそうだぜ。よくもおめおめと姿を見せたな。エボンの名のもと成敗してやる。だってさ、どうする。売られた喧嘩は買うよ。突撃準備。待ちなさい。監督官殿。あなたたち、ユーナ様に何てことするんですか。ユーナ様が反逆者だというのはアルベド族が流したデマです。何それ。マイカ様がおっしゃいました。では自分たちはどうすれば。下がってなさい。そうしなさい。さっきの話どういうことさ。あの、本当は私にもよくわからないんです。寺院全体がドタバタ混乱していて、私も昨日突然呼ばれて門営の監督を命じられたんです。人手不足のようだな。はい、はっきり言って寺院はかなり混乱してます。もうひどいんです。僧たちがみんなで責任を押し付け合ってるんですよ。もうエボンはどうなってしまうのでしょう。でも他の人が慌てているなら私がしっかりしないとですよね。ユーナ様も頑張ってらっしゃるんです。私だって弱音は吐けません。それよっかさ、マイカ総老師に会いたいんだけど、できる。はい、大丈夫だと思います。裁判の間でお待ちください。あ、ちょっと待って。アルベドの流したデマって何さ。気にするな。マイカもユーナに頼るしかないのだ。はあ、そういうことか。虫がいいにも程があるわね。じゃあ説教してやるっすよ。うん、行こう。
今さら何をしろというのだ。早く秦を倒せばよかろう。ユーナレスカにまみえ究極召喚を得たのであろう。ユーナレスカに会ったけどさ私たちで倒しました。なんと、もはや召喚士とガードが究極召喚の犠牲になることはない。一千年の断りを消し去ったというのか、この大たわけ者どもが。何をしたか分かっておるのか。秦を鎮めるただ一つの方法であったものを。ただ一つなんて決めつけんなよ。新しい方法考えてるの。そのような方法などありはせぬわ。尻尾を巻いて異界に逃げるか。スピラの救いは失われた。もはや破滅は免れえぬ。エボンジュが作り上げた死の螺旋に落ちゆくのみよ。わしはスピラの終焉を見通ない。終わりにはしません。なあ、エボンジュってユーナレスカ様もおっしゃってたわ。ちょっとじいさん、エボンジュって何なのよ。死せる魂を寄せ集め鎧に変えてまとうもの。その鎧こそ真に他ならぬ。真はエボンジュを守る鎧。その鎧を打ち破る究極召喚をお前たちが消し去った。誰も倒せぬ。ふざけやがって、好き勝手ほざいて逃げやがった。あの、マイカー総領事は。あのまだ来ないぞ。いつまで待たせる気だ。変ですね。私探してきますね。お前、僕の部屋へ来て。はい。誰と話してんだ。ああ、何でもないよ。祈り子様に会いに行ってきます。なるほどな。やあ、いつもお世話になっています。で、なんだ。真を復活させずに倒す方法分かった。どうするの。祈りの歌を聴かせれば真はおとなしくなる。どうかな。ダメですか。君の父さんが真になってからもうずいぶん経ってるよ。もう歌は聞こえないかもしれない。そうかもしれないけどさ、でも可能性があるならかけてみたいんだ。そうだね。君のそういうところ感心しちゃうな。本当に俺はただの夢じゃないだろ。夢？なあ、こっちの話。それからどうするの。歌だけじゃ倒せないよ。どうするの。エボンジュ倒す。そう、エボンジュを倒せば終わる。ねえ、エボンジュのことどれぐらい知ってる。シンが復活する鍵。シンという鎧をまとった存在。エボンジュはね、昔召喚士だった。あれほどの召喚士はいない。でも今はただ召喚を続けているだけの存在。悪意も善意もなく永遠の夢を願っているだけの存在。永遠なんてないのにね。ああ、俺たちが終わらせるからな。うん。
力召喚でシンを倒してもエボンジュは倒せない。エボンジュは究極召喚獣に乗り移って、それを新しいシンに作り変えてしまう。エボンジュが乗り移る。そして新しいシンに守られて、エボンジュは召喚を続けるんだ。永遠にか。でも君たちが終わらせるから永遠なんてない。エボンジュはシンの中にいるよ。ねえユーナ、僕たちも協力するから、エボンジュと戦うときは必ず召喚してほしい。君たちの剣や魔法じゃ倒せないと思う。だから読んで。必ずだよ。はい。それから君、全てが終わったら僕たちは夢見ることをやめる。僕たちの夢は消える。うん、あんたたち長い間頑張ったもんな。ごめん。お疲れさん。何の話？何でもない。そんな顔すんなよ。俺たちシンを倒せるんだぞ。もっと嬉しそうな顔しろよ。何か隠してるよね。隠してない。本当に？嘘。下手だね。あの、マイカ総領使がどこにもいらっしゃらないんです。それもういいんだ。そうですか。そうだ、歌のこと頼んでもいい？ああそうそう。ね、できるだけ大勢の人に伝えてほしいんだけど。はい、何でしょう？空を飛ぶ船が祈りの歌を歌う。それが聞こえたらみんなも一緒に歌ってください。スピラ中に伝えてくれ。意味が分かりません。何でもいいの、このまま伝えて。空を飛ぶ船が祈りの歌を歌う。それが聞こえたらみんなも一緒に歌ってください、ですね。それでシンを倒せるかもしれないんだ。本当ですか？はい、すごいです。任せてください。スピラ中に伝えます。今のうちにけじめつけたいことがあってよ。俺アルベドのこと何にも知らなかった。よく知らないくせに話聞こうともしねえで毛嫌いしてたんだ。だからその俺が悪かった。申し訳ありませんでした。気にすんじゃねえ。俺だってエボンの民ってやつが大嫌いだよ。まあ世の中にはいろんなやつがいる。いいやつもいれば嫌なやつもいる。そんだけの話よ。全部終わったらよ、お前のザナルカンド探してな。シンがいないスピラなんて夢みたいだな。いつ追っ始めてもいいぜ、シン殿。最終決戦ってやつをよ。おーし、発進だ。いよいよってわけだな。シンの中にエボンジュってのがいるんだ。そいつを倒す。随分単純な答えじゃねえか。複雑じゃなくてよかったろ。そりゃそうだ。で、あれ頼むよ。おう、あれだな。あれだ。どうだ。
船が歌うか。あとはみんなが歌ってくれればいいんだけどな。シーン！おし！行くぞ！どうやってシーンの中に入るんだ？一番単純な方法しかないっす。だね。じゃあ、行きましょう。おい、何やらかすってんだよ。内から入るか、シンの体に穴開けるか、どっちかだな。それはまたどえらい作戦じゃねえか。トサギ、ワイユムアトフゲ。おう、あれだな。あれか。おうよ、風穴開けてやっからよ。そっから飛び込め。うっす。気をつけろなんて言わねえ。思いっきりやってこい。うっす。よせ。リュック頼む。任せたぜ。